ダークソウル3ではデーモン遺跡の探索を続けてやっていきます。レベルをね1上げて体力に振ったんで、一応頭をね装備できるようになりました。ただし頭は騎士の兜なのでちょっとバランスが悪いかな。あの黒騎士の兜はさすがに重量の関係で装備できないんで、これでもね重量めちゃくちゃきついんで、どこだ、ここには重量書いてないか、パーセンテージは書いてないね。ちょっとこっちで見ますか。 69.9 だから70ちょうどだとダメなのかな。まあわかんないけど、まあ、当面の間は体力に振っていこうと思います。で厄介な、まずはここもう初っ端から厄介だからね、この炎はね壊せる。あちゃ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 、こいつそこそこの強靭があるんだよね。で後ろからもねあの炎が来るんで蹴っちゃったよ。やばい、エスト1個じゃ回復しきれないか、かけらで。この炎玉は弓矢とかで全然破壊できるんで、破壊しておこう、破壊しておくが吉。あれ大丈夫か、誰も壊しておく。ただし向こうも炎を打ってくるからね。でいいねし、よし OK。 あっちにもあるけど、あっちはもうちょっと奥まで行かないと、あ全然ここら辺から行けるわ。いや行けなさそうだな、弓が届かなさそう。あこれ無理だな、あ無理だ。で今回行きたいのはこの奥、こっちの方をちょっとあの捕まったところだよね。んなんか今右にいなかった、あいた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 、気づかれたか、気づかれてるっぽいな。弓で一発釣ろう、まずは。であれなんかこいつ火まとってる、もともとここの敵って火まとってるんだっけ。でこいつも釣り出して、なんか左のやつもなんかもそもそ動いてたけど、来た、あよし。でかけら、こいつたまーに台かけ落とすんだよね。でここはね2体いるからめんどくさい、しかも毒入ってくるかんね。できれば一気にまとめて片付けたい、よし。でかけら、かけら、かけらのドロップ率もねすげえ高いから。で問題はこの先、前回あいつに引き寄せられたからね、前方にいるやつで左から襲ってきたから、まずはこいつを弓で釣る、ヘッドショットで、ちょっとこれはこのジャンピングがなんか鬱陶しいんだよな。よし OK。 で今度は左、つかみ攻撃はガードできないんで、これただし隙が多い、いってジャンプ力強えよなマジで。かけらで、ここはちょっと施しでいこう、施し2回で回復しよう。でこの先、この先が初だね。こいつ関係ないか、アイテムなんか後ろ、後ろっていうか上ヘドロがいいんだけど、ちょ弓矢で落ちてきた。これえでも炎だけどさ、壺効くの、いや効かない、待って、なっ炎が来たぞ。えあの銅像みたいな、って銅像みたいなやつがいるの、いた、デーモン遺跡だな、マジでデーモン遺跡だな。こいつやっぱり硬い、普通に相手しようとすると、しかも炎が効かなくなってるからさらに厄介だな。い
ルシールの直剣とかの霊気属性の方がいいのかな。残り火ちょ上見とかないとね。でいやこれはちょっとジャンプか。いやでも右からこれそうだな、右が空いてそうだよね。やめよう。なんか大体ダークソウルって落ちると危険だから、落ちた先がかなり危険だから、やっぱりこっち下降りるのが順路なんだね。前回奥の方から降りたっけ、手前の方から降りてみる。あれ手前から降りたっけ、なんか忘れちゃった。まあいいや行こう。であれがあんのかよ。いっちゃい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 ちゃ、弓弓打って逃げて、で弓打って OK で施し、さてあっあれ厄介だな。ちょっと上行こう。上から狙撃できる？向こう側からだな。しかもデーモンいるし。うわ、こっから狙撃できねえかな。当たる。来る。いや、大丈夫だ。よし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 、攻撃的。あっちゃっちゃっちゃ、当たっちゃったよ。ダメだ、キリがない。下降りよう、おとなしく。で、こいつをやる。あっちゃ。これまずい。うわ、投げ払うほど強え。マジか。まずとりあえずこれを壊す。壊してる間に絶対一発使うんだよな。やばい勝てし、ほんと勝てこいつ。火炎壺投げ散って、よし。ここですでにエスト2つかけら。弾幕がやべえ。やべえやべえやべえ。よし、こんなどうすりゃいいんだよ。奥のあの炎もめんどくせえな。とにかくこのデーモンが強すぎるんだよね。行くゴール、行って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 、あっちゃ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 。この壁を手にして、かわせ。やばい。よし、押し切った。もうエースと使いすぎてるよ。かけら。で、あれはなくなったか。あ、またヘドロ？なんかある。ちょっと怖い。なんかアイテムとか落ちてないかな。せっかくさエストを使ってここまで来たのに。アイテム、おお、あいってひって
この野郎。もうないんだけど、イルシールの直剣が効くのかだけ試そう。持ってきてない。まあいいや。こっち側はなんかある。結構隠し通路あるからね、ここのステージ。ないか。でこっから来て、でこれは多分奥からだよね。あれちょっと待って、どうなってんだこれが。多分奥の階段だよね。はい、いるもん。仕方しよう。あ、アイテムがある。これはあいつが落としたアイテムか。で行き先としてはこっちか、こっちか。来てんの多分。剥がす、無理やり剥がす。施し、かけら。あれ前回こっち来たんだっけ。あー、なるほど、ここに繋がってんのか。はい。でこっちもなんかどっちからどう来たんだろう。こっちはこっちでまた別の道。ああ、あ、なるほどなるほど。これで下に落ちちゃうってやったな、確かに。ってことはだよ、こっちの右側は行ってないよね。攻撃、いや、いいね、ほんとありがたい。またお前か。どっちから行く？せっかく開けた。え？なんだ？え？黒騎士？おお、ちょっと待って。後ろ取る。黒騎士戦はもう慣れたものよ。ちょっと狭いけどね。あ、後ろ取れないか。よし、オッケー。落とさないか。こいつが死んでいる。黒騎士の剣、マジで。ちょっと見たい。どこだ黒騎士の剣。技量18、持てるは持てるな。 DD か。ただだったらさ、こっちでよくないっていう。CC、あれなんで C になってんの ?CD じゃなかったっけ。鍛えたから上がったのか。これ鍛えると上がるんだよね、補正が。縦振りはこれか。だったら、老騎士の方で行こう。とりあえずただ、今は重厚なダークソード。直剣は普通に使いやすい。なんてこんなところに黒騎士がいるんだ。っていうか S とかさ、あと1個しかないんだけど。あー、ここはこれだけか。黒騎士と黒騎士の剣があるよっていう隠し通路ね。ありがとうございます。ん、まだいるか。こいつは完全に下だね。はい、つくばってる。うわ、また。ちょっと待って、あいつに気づかれてるけど、先にこのツボックだけ排除しとこう。よし、かけらで少しずつ進んでいこう。あそこにツボックが見えるから、あいつだけ、あいつだけだったらなんとかなる。ダークレス切り、弱い。懐かしい、確かに。でここら辺周辺は
何にもなしかな。いや、あいつがまたいるな。ちょっと奥行って変なやつが出てくるくらいだったら釣り寄せよう。もう一発、もう一発いけんじゃんよし、危ない。蹴り食らってたら盾剥がされてたな。マジでこいつかけら落とすね。かけらにはもう困らないよ。どっちだ、いる。ああ、霧吹きか。毒の霧吹き一体だったら、はい、すげえな、見えねえんだけど。でもまあ霧くらいだったら押し切れるんで楽だね。かけらで、こっちもあって、こっちもある。ん？なんだ？あ、こいつか。いて、おとなしく盾構えとけよかった。あ、来た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 、よし、大賭け。こいつ最悪大賭けマラソンありだな。まあ、ただもうダークソードはねプラ6まで行ったんで。ん？ちょっと左なかった、ある。上とかからまたね降ってくる可能性があるから、残り火、よし。で、これどっち、さっきの道。え、あ、そうかそうかそうか、これ多分ここに出るよね。あ、オッケーオッケーオッケー、把握した。上登ってこう。あ、かかり火、マジでありがたい、超ありがたい。これは敵いるけどさ、灯せば俺のもんだ。老王の前室、なんてなんてこっちのが先なの。え、どういうこと。こっち側、これなんかありそうじゃん。あるやっぱりあった、こういうっぽいやつか。上にヘドロがいっぱいいるな。あっちゃ、これ逆側か、向こうの。駆け抜けた方がいいかな、どうしようかな。うわ、ちょっと待って、すぐいるじゃん。ちょっとイルシールの直剣持ってこよう。冷凍が効くかどうか確かめたい。よし、イールシールの冷凍直剣、これの威力を。あ、こっちじゃねえこう来てここか。もうめっちゃ冷凍されてんだけど。ちょ、まずこいつ。ただイルシールの冷凍直剣は全然鍛えてないからね。19、超弱え。ちょ待って、弱すぎる普通に殴った方がいいわ。凍傷って別に、そうか、あれか、なんていうの、属性じゃないのか。凍傷にかかるよっていうだけだから、凍傷にかけてみたい。多分連続して、あ、毒と同じだから耐性があると思うんで凍傷になんないか。手数だからね、それは。全然ならねえんだけど。え、凍傷にならなくね結局殺しちゃうんだけど。20ずつ与えて、しかもさ、これ行き過ぎるとさ降ってくるよねそうだよねいや、ダメだ、ちょ、弱すぎる。撤退して、ゴミ、ダークソードで行こう。待って、これどっちがいいんだ、縦切りがいいな。42 2発分だし。くそ
爆発してきたし、結構減る、半分くらい減んな。よし終わり。ああこれあっち側か、なるほど、エースとのかけら、いいもんゲットしたな。これあとじゃあ下に降りるかどうかってとこだけど、ちょっといいや、戻ろう。あのデーモンを後ろから始末したいよね。あいって広い、死ぬかけらで、前方にアイテムらしきものが見えるけど、また敵がいるか。これはおびき寄せた方が良さそうだ。来ない、なんだこいつ、完全に釣ってるか俺を。うん、あこれ毒タイプのやつか。こいつあんま来ないよね、確かに。弓で排除しよう。よし OK。 であとはちょっとこっちの方とかいるね、剥がす。いて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 、いって、もう一キル、くそ。かけらかけら、よし。いきなり地面が崩れてもやだな。なんだこいつ、神戸を打たれた。イザリスの呪術書、あれこの前な手に入れたのクラーナか。この前はクラーナの呪術書、あそうだよね、デーモン遺跡だもんね、そりゃ呪術あるよっていう。ここら辺はないか、メッセージを残しておいてくれてる人もいないから。ここはイザリスの呪術書がありましたと。 OK、 呪術の人っていないよね。魔術の師匠は魔術が履力が足りないからお前じゃダメだみたいなこと言ってきたけど、呪術の人はそもそもいない。聖職者は、うんうん、音がするんですけど、え、何あ、決勝トカゲ、トカゲ、トカゲちゃん倒した。よし、混沌の奇跡、混沌派生か。さてそっから、あれここ、これだけ、ちょっと待って、結晶トカゲがいて、こういう先っちょ、さっきこれ殴った、ん、いやないか。こういう木のところは隠し通路にはなってないからね。これ上から多分落ちてくるんだろうな、こっちに。え、銅王の前室方面はこれだけアイテムがあるよっていうだけかな。ってことはまたこの前死んだところまで行きたいんだけどな。なんかいるんだけど、ゾーリグとか、ちょっと待って、いや、やばいやばいやばい、こっちさ黒騎士がいた方、黒騎士また復活してんだよね。あ、帰っていっちゃった、こっちに来ない、溶岩に突き落とそうかと思ったのに。いた、来い、俺が溶岩へ引導を渡してやる。来た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 来てる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 、ってかさ、黒騎士と戦わないかなこいつ。来てる来てる来てる、マジで来てるわ。黒騎士よ、強き相手を見つけてきたぜ。いって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 、戦え、戦ってる戦ってる戦ってる、
頑張れ黒騎士。どっちかっていうと黒騎士の方が倒しやすい。落とせ。ちょっとあんまり近づくのはやめよう。生還する。お、いいねいいねいいね。黒騎士さすが、倒したか。おお、最後勝ち上げた。お前が真の騎士だ。そしてお前はもう死んでいい。消えよ。よくやった黒騎士。アイテム落とせ。落とさない。一応マラソンはできるからね黒騎士。さてゾリグとかやいうやつのアイテム。おお、煙の特大剣、国鉄の大盾。いいもん見つけたな。っていうかさ、この下がさ、溶岩地帯がマジどうにもなんないんだよね。黒焦げ代々がないと。まあいいや。オッケーオッケー。ここまでの道は、なんとなく分かったな。ちょっと一応煙の体験見てみますか。特大剣だからね。めっちゃ重いよね。25とか重すぎでしょ。筋力50とか。異常なんだけど。黒い岩盤のような異形の剣。剣なのこれ。特大剣の中でも最重量のもの。古い反逆者の武器であったというが、その重さから誰も振るうものはなく、やがて歴史から忘れ去られた。へえ。てか、扱えねえな。ちょっと待って、この1万4000ソウルさ、失いたくねえ。レベル1上げられるんだけどな。まあ、ただ行くか。で、ここからだよね。ここね、ただ、槍が降ってくるんだよね。これ、1回くらいだったら、多分ガードしてくれる。あ、ちょうどあと木に当たってるか、でも。この木が、あ、あれだね。よし、ちょっとこの木を背にして。で、こっちから行かないといけないんだっけ。よしよしよし、OK。で、右の車輪地帯はもう鹿として大丈夫だよね。で、厄介なのがこの骸骨2体倒した後の騎士。こいつなんで後ろ向いてんだ。1体ずつ釣ろう。で、多分2体気づくけど、ほら来た。12発か。12、え、パーリーされたかった。あ、多分連続攻撃したから今ヒットポイント回復したね。この先2人組で、2人組はマジでまずいんで、こいつだけ、あれ、あっち行っちゃった。しまった。ちょっと今近かったな。いや、2人気づかれたか。大丈夫か。よしよしよし、1対1であれば。うわ、これ何、アベリッジのやつ。回復。よし、いける。押し切った。で、カーサスのなぎ刀で、かけら2つ。なんかいろいろアイテム落としたな。確定ドロップなのか確定じゃないのかよくわかんないけど。で、もう1匹、もう1匹もあれか、二等極刀か。後ろ取りてー。こういう時なんかね、見えない体みたいなのがあると超いいってか、すげえくる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 回ってんな。弓で釣るか。41。よし、後ろ取れる。オッケー。大きい攻めでいこう。押し切った。いいね、両手持ち同じだし。落とすの。さて、こっからどれだ、これか。あ、なんか巨人がいるわけじゃないんだね。巨人の時間、やはり巨人がいるのか。その資格はない、ゴミクズ。え、機械が勝手にさ矢を放ってるってこと。俺はやった。あ、これでも回せばなんか良さそうじゃね。
止まった、これ止まったね。オッケー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 。いやようやくだよ。これ巨人、巨人にしては小さいな。ああ、かわいそうなやつよ、その資格はない。二人組。ここは止めて終わりか。ん、デーモン遺跡ってそれだけ。ロウォーがボスだったのかな、やっぱり。でアイテムいっぱい取って先へ進める感じではないね。苗床がいるわけでもないし、もう苗床なんて遠い過去の異物なんだろうな。これ下降りてさ、あそこ足場があるけど右側大丈夫かな。え大丈夫かな。いや死にそうだな。ちょっと1万5千ソウルあるんで帰還で帰ろう。コッペン使って祭事場に行こう。でレベル上げしてちょっとここら辺を探索して、で次回はなんだっけ、覇王ウォルニールだっけを倒しに行きますか。じゃあレベル上げは体力に振りますんで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。